はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4時20分になりましたね。今日はね、ちょっとね、新幹線に乗ってね、ちょっとだけ遠いところ行ってきましてね、さっき事務所に戻りました。今日の日経平均 29,808円で終わってますね。もうこれは3万円いくのかなと。ドル円がね、114円台に戻ってますね。 114.196 で、原油も80ドル台に戻ってですね、よろしくないなという感じでございますけども。さて、ジョソンラインでございまして、こんなニュースが出てました。ほんまかいなと思いましたけど、これは今日の15時20分ですね。住宅高騰で脱ソウル加速、6年間に341万人が流出韓国という記事です。こんなに長くないんで読んでいきたいと思いますけども、ソウル連合ニュースですね。韓国ソウルの住宅価格と家賃の高騰に加え、売り物件不足も加速し、脱ソウル現象が何年も続いていると。韓国の不動産専門リサーチ会社リアルトゥデイが、統計庁の国家統計ポータルの国内移動統計を分析した結果によると、2015年から昨年までの6年間に341万4397人がソウルから他の地域に移住した。毎年平均56万9066人がソウルを離れた計算になる。今年は9月までに43万4209人が離れたと。これ書いてあるんですけどね、そうなんですけど、いわゆる日本風に言えば転出でしょ。東京都から転出した人で、それとともに流入した人、転入した人とこう合わせて考えないとね、いけないんですけど、なんか知らないけど流出だけ書いてあるんですねなんかちょっと片手落ちちゃうのこの統計はと思うんですけども、もうちょっと言いましょうか。特に20から30代のソウル離れが著しい。15年から昨年までにソウルを離れた20から30代の割合は全体の 46.0% だった。具体的には30代 24.1% の割合が最も高く、20代 22.0%、 40代 14.1%、 50代 11.8% などが続いた。まあまあね、若い人ほど出ていってるということでしょうかね。リアルトゥデイ側はマンションの売買価格と家賃が数年間で大幅に上昇し、これね、ムンジェインさんになってから倍になったって言われてますね、この4年ぐらいで、マンション価格が。サラリーマンがソウルで住む家を探すのは難しくなった。首都圏の鉄道道路網が大々的に拡充され、ソウルにアクセスしやすくなるほど、脱ソウル現象はさらに加速するだろうとの見方を示した。実際ソウルに隣接した主要地域の人口は毎年急増しているということで、このニュースは終わっていますが、流入ソウル市へのですね、流入人口は変えてないということでよう分かりません。これね、341万人もね、ソウルから逃げ出したんだ、その分住宅が大量に余ってるはずなんですよ。でも住宅価格が高騰してるわけで、賃貸料も高騰してるわけだって、この話のついつまが合うてへんやんとそう、まあその流出したけれどもさらに高騰したりということもありえなくはないですけどね。皆さん思惑で買うらしいんですよ、住宅を、マンションをね。どういう思惑かというと値上がりですね。これも世界的な現象なんですけども、中国と韓国で特に激しいわけでして、でも持っててもですね、いつまでも値上がりするとは限らないと私は思うんですけどね。これ下がり始めたらね、ドドッと下がるような気がしますね。東京はね、どうでしょうね、この10年間ぐらい、正確には8年間でですね、港区の中心は倍ぐらいになりますね。でそれでまだ値上がりするからと思って買ってる人はもう今はもうほとんどいないんちゃうかなと思いますね。今買ってたら本当のアホですよ、ほんまに。でそもそも物件あんまりないですしね。でもその
買う人はいるんですね。でこれね、若い方が、ね、逃げてるということはですね、でも若い方が行さん逃げたって言っても、まあ、入ってくる人もいるわけでしょ。20代とかで学生さんとかで、だからそれはこれはその統計の一面だけを見てるんちゃうかなという気がしますね。あの愉快なお隣さんの得意技でですね、何でもかんでも都合よく解釈して、片面だけ見てし見てそれを都合よく解釈してその通りやというふうにそれを既成事実化しようと、すぐに既成事実化しようとするという、まあなんていうか低信用社会なんでね、報道もそうなんですよね。その一面だけを捉えて、記事書いてんなっていうのは非常に多い。まあ日本もね、人のこと言えませんけどね、某 A 新聞なんてのはもうそのなんかって自分たちの都合ないことを探してきては日本が悪いことしたって書いてるわけでしてですね、あれも裏を取らずにそういうことを書く新聞ですからね。で後でバレてですね、まあ新聞社ごと謝ったという事件が 5,6 年前、もっと前にですかね、ありましたね。あれをやるぐらいやったらもっと慎重に裏を取ればいいのに、それをやらないわけですね。自分たちの載せたい記事が出てきたら、いやー載せた記事、載せたネタが出てきた、ネタが出てきたらよっしゃ行くれーっつってやってるわけであって、あんで後でしっちゃかめっちゃかなってブスを減らしてるわけですね。まあいいんですけど、だからこのね、朝鮮オンラインの記事もですね、真に受けたら341万人が流出、それで350万人が流入って言ったら人口増えてるやんって言われますね。あの東京もね、このコロナでですね、一瞬人口が減ったかなっていう感じだったんですけど、実質的にはそんなに減ってないんですよ。確かにコロナで郊外にこう移り住んだという人はいますよ。でよく聞かれたメディアに、それどうなんですかって、そんなことしてると東京から人がいなくなるんですかって言うから、そんなことがあるわけないやんと。そのね、ちょっとしたさざ波のようなトレンドはあるかも分かりませんけども、そんなに大きな流れになって、例えば東京から人がいなくなって住宅価格が安くなるなんてことはありえませんよっつって、何回言うてやろう、10回以上言うてんじゃやろうかそんなね、こんなサイズのでかい町でね、ちょっとした動きがあって、それは今まで東京のど真ん中に住んでた人が湘南に行きましたって言ったら、周りにはファーッとこうさざ波になるでしょう。あいつこの前まで六本木、前も六本木に乗ったのにって、今は湘南でサーフィンしてんでみたいな、そういう話はですね、わーっと伝わりやすいわけなんですけども、そんなほんの少数であって、はっきり言ってこのコロナでテレワークでですね、地方の住宅が売れたりしましたけども、あるいは別荘地が売れたりしましたけども、それによってね、価格変動が起こったかっていうと、まあ、起こってるんですよ木更津の古い住宅はですね、ちょっと値段が上がってるんですよ。でそれまで800万で売れへんかったのが、今は1400万とか1600万になってるわけですねまあせやけどまた元に戻るでしょう。まあ、一番値上がりしてるのは熱海ちゃいますかね。熱海なんてどうでしょうね。それまでこのコロナの騒ぎが起こるまでは、まあ2000万もあれは買えたのが、今それで買えないんちゃうかなと。まあ熱海はその前にどん底からですね、這い上がってますんでね。でその上昇トレンドの中に、その今回のコロナ騒ぎも乗ってですね、にひって言ってたところが、あの土砂崩れでもってなってるわけですけど、まああんなはそのうちにすぐ忘れますからね、人はね。もう忘れてるんちゃうかなというところですね。なんで今後も熱海は上昇トレンドからずれないんではないかなと。その日本の景気がこんなにこう そう悪くない状態であれば、上昇トレンドにいるんちゃうかなという感じはしますね。で私なんかいつも思うのは、湯沢がそのうち上昇トレンドに入っちゃうかなと。ものすごいそこですからね、今そこを這いつくばってるっていう感じなんで。まあでもあそこには雪という資源があるんですよ。温泉という資源もありますし、で今も超寂しいですけど、昔の熱海はあんなんでしたからね。こんなみたいな、まあ、もう今の家よりも熱海の方がマシか、マシですけど、あの寂れようにびっくりしたことあります。みたいな、何年前でしょうね、15、6年前、ですけども、そこからどうでしょうね、この7、8年前、10年ぐらい前からこう、はい、そこからギュッと上がってきたトレンドがあったんです。
まあまあそれは置いといてですね、このだからいくらなんでもね、340万人もね、ソウル市で1700万ぐらいだったと思うんですけど、人口が1700、800、僕ら341万人もおらえなったらね、いくらなんでもあれ不動産価格暴落しますよ、それが値上がりしてんねんからもっと業者に流入してんやろうと、そういう話でございまして、このなんというかこう連合ニュースもですね、まあもうちょっとこうあれですね、ニュースを出すのにですね考えてほしいなという気がいつもしながら読んでますけども、はい、このページ特に貼りませんのでですね、私みんな読んでしまいましたけど、別に読むほどのことはないと思うんですけど、一応言うときますね。タイトル、住宅高騰で脱ソウル加速、6年間に341万人が流出韓国という記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。